ちは、ミライフのマリコです。今日は全身の脂肪燃焼に効果的なサーキットトレーニングを行っていきます。1種目40秒行った後、10秒のインターバルを挟んで次の種目へと移っていきます。今回は全部で6種目入ってます。運動不足の解消、リフレッシュにぜひお役立てください。はい、それでは始めます。最初に片足ずつ足を横に出しながらこんな動きです。はい、それでは行きましょう。さあ、どっちの、ね、足からでも大丈夫。さあ、両手はしっかりね、長いまま動かし続けていきましょう。さあ、楽しみながら行ってください。心拍数上げたい方はこの動きを早く行うと結構ね、心拍数が上がりやすくなってきます。自分のペースで大丈夫です。ふう、さあ、お腹も引き上げていきましょうか。あと10秒いきますよ。OK。 はい、続いてはね、足を腰幅に広げてスクワットからひねっていきます。交互にいきます。はい、ではスクワットから右のつま先立て右へねじる。交互にいきましょう。お尻はしっかりね、後ろに落としてから、お腹を引き込んでねじって、さあ、お腹周りのね、脂肪をしっかり刺激していきますよ。胸しっかり起こしていきましょう。あと10秒。足を広めに広げてつま先外向けます。背骨を長く、さあ、尾骨を真下に下ろします。そのまま下でプレス、膝とつま先を同じ方向に向かってバウンドさせていきましょう。お腹を薄く引き上げて、さあ、膝がね、だんだん前に倒れようとするから、しっかり股関節均等にね、広げていってください。さあ、地味にね、きつい動きです。内もももね、刺激されていくのが分かると思います。さあ、このままね、尾骨を真下に、あと10秒踏んできますよ。OK。 四つん這いになります。両手肩の真下、膝股関節の真下です。お腹引き込んで、さあ、体格の手足を長く伸ばして戻す。交互に伸ばして戻す。さあ、できるだけね、そのまっすぐの背中がぶれずにセンターを保ったまま行っていきましょう。長い背骨、さあ、背中の上にね、何かコップとかのけてるのをイメージしながら倒さずにいきますよ。あと10秒です。OK。 うつ伏せになります。手足をやや広めに広げていきましょう。さあ、吸う呼吸、その手足を上に持ち上げて、吐いてダウン、吸ってアップ、吐いてダウン、繰り返します。さあ、背中、そしてお尻のヒップアップに非常に効果的です。胸をしっかり引き上げていきましょう。さあ、背中に上げるとき手も一緒に上げていきますよ。あと5秒です。ちょっと起こします。さあ、両膝立てて座りましょう。さあ、最後の種目です。両手をまっすぐ前に伸ばしたら、伸ばして近づける、膝と胸を伸ばして遠くから近づける、繰り返しましょう。
さあダイレクトにお腹に効くエクササイズです。さあできるだけね腰が丸まらないように気をつけて、胸開いたまま吐いて近づけ、吸って遠く、吐いて近づける。あと10秒です。ちょっときついですねここね、最後なので頑張っていきましょう。あと5秒です。OK はい、お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。いかがだったでしょうか。一緒に頑張れた方はいいねやコメントお願いします。ご興味ある方はぜひチャンネル登録をお願いします。